皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室授業が伸び悩んでいる人の共通する思考の癖と解決策についてお話をしてみたいと思います。教室業とか、にも限らずなんですけど、ビジネスが停滞するとか、上がってきた右肩上がりで上がってきたものが止まるときとか、転換期とか、そういうのっていろいろあるんですよ。で、ビジネス的にこう分析をして、それを対処する方法っていうのももちろんたくさんありますし、どこから直していくかっていうヒントをね、ウェブサイトの解析から始めるとか、実務的なことももちろんやることはいっぱいあるんです。ただ、今日私が紹介するのは、その実務レベル以前の問題のところ、要は思考の部分ですね。考え方が、その考え方であると結局うまくいかないよねっていう根本的な要因、こっちをまず直した方がインパクトとして早く停滞から抜け出すことができるので、これ思考はですね、すぐに変わらないんですよ。長年染みついてるその方の癖だから。で、私の例えばコンサル生さんとかだと、同じことに陥るその種類のですよ、考え方の方向性が、前もそれ話をしてると思うけれどもっていうのは、私もね、1年とかお付き合いとか2年とかしてる方は思考癖が分かりますから、あ、またそこに陥ってるんだっていうのを話を聞きながら何度も軌道修正することができて、そのうちそんな軌道修正をしなくても自分でちゃんと考えられるようになるんですけれども、そこに至るまでは言われないと多分ね、癖に気づかないんですよ。だから今日は一般的にそういうタイプの人が多いかなと思う特徴をお伝えして、じゃあそれを打破するためにはどうしたらいいのか、これを中心に今日はお伝えしていこうかなというふうに思っています。はい。じゃあ本番に入りますね。まず伸び悩むタイプの人っていうのは、大きな特徴として、考えすぎる人なんですよ。で、その考えるのが熟考するっていう、こう事業をどうするかっていう戦略を練る方の考えるじゃなくて、心に不安を持ったりとか、これってうまくいくのかなとか、そういったことを、悪い方の未来を想定しながら逃げ道を作りながら考える思考癖がある方の部分のね、話になるんですけれども、共通してるのはですね、怒ってもいない未来を、しかも悪い方向に先回りして考える癖がある人たちですね。はい。怒ってもいない未来っていうのが、例えば具体的に言うとどういう話かっていうと、例えばこんなコースとかこういうレッスンをアップすると、同業他社のね、ご友人とかがいて、その人に何て言われるかとかいう話とか、あと例えば、お母さんであって子供のね、学校のママ友とかがいる方とかだと、ママ友がこんなのあげたら、そんなのやってできもしないのにみたいに言うんじゃないかとか、あと、もうちょっと身近なところだと、生徒さんレベルだったとしても、先生そんなことやっちゃうんですかみたいに言われる気がするとか、値段のとこはそれ大きいですね。この人そんなに実力ないのにその値段つけちゃうなんてって言われる気がするとか、あとはやっぱりその誰か対象になる、自分が多分思いつくような、不安要因ないしはネガティブ要素を言ってくるような人を想定しながら、その人に言われないように避けるみたいなイメージで、選択肢としてはやらないってことを選んでしまうわけなんですけれども、なぜその選択をしてしまうのかっていうことですよね。怒ってもいない未来なんですよ。基本私はその時に、クライアントさんに伝えるのは、いや、出してみなければわからないって言って、出して言われたら対処考えましょうって
ていう感じで、大体そういうふうにすると対処考えましょうっていうふうに言ってきて、こうなりました、先生の言った通り、言った通りっていうか、だから自分がね思った通り悪いふうに、いろんなこと言われましたとかいうケースが少ないです。たまにありますけどね。でもそれは怒った見えてる状態に対して対処する方が楽です。見えない不安は何通りにでも対処方法とか手を打つ手段を考えてしまうので、結果考える時間が異常に多くて動かないんですよね、そういう人っていうのは。だから考えてるだけで外から見るとゼロなだけなんですよ、中で一生懸命考えていたとしても。あとは人の目を気にするのはまあ悪くはないですけれどもね。でも唯一評価してほしいのは自分の未来のお客様に評価してほしいわけですよね。だから同業他社がどう言おうともはっきり言って関係ないといえば関係ないですね。だってその人はあなたの教室のお客様にならないからです、文句を言ってくる人っていうのは。だからその言われることに傷つく自分のマインドないしは自分自身を守りたいがために、その手を打つわけですよ先に。でもそれってね無理なんですよ。多かれ少なかれ自分が何か新しいものを作り世の中に発信して誰かの役に立つ時には、誰かはそれを気に入らないって思う人もいるっていうのを受け入れないといけなくって、万人に全ての要素が受け入れられて好かれるっていうことはまずないっていうことを自覚した方がいいです。だからそれを避けるがためにそういうことをしようって思うから何もできなくなる。ここを外れないと結構新しいこととかちょっと変わったこととか、特に私なんか世の中にないサービスを割と作るタイプだったりするので、当然その評価とかね誰かに言われるとかっていうのもあるかもしれないし、まあ、実際に言われたこともありますけれども、直接じゃなくてね、ブログで批判しているブログをこんなん書かれてましたよって教えてくれる人が生徒さんがいたからね、いいんだけど別に。でも別にだからといってその人は私のお客さんにならないし、そのサービス内容を喜んでくれている生徒さんがいる限り私は何ら問題ないと思って動いているので、それで良しとしています。ここはタフなマインドがないと、個人事業主で曲がりなりしも自分のサービスを外に発信してお金をいただいているわけだから、まあそれくらいはね受け止めようよっていうところです。でこれ特に本とか書き始めると、ね、もっと言われのない位置をそんな内容で位置つけるんかみたいなレビューがね悪いのたまにつくのもありますよ。でもそれを気にしてじゃあ本って出さないんですか、それってないですよね。だって本は出すっていうのは困ってる人がいてその人の役に立つために出すことが多いじゃないですか。100人の人が救えるのに1人の人がその批判的なレビューをしてくるからって言って本を出すのを諦めるとかありえないですよね。だそれと一緒で教室授業で何か新しいことをしようとかそういったら必ずそういう人もいるよね。でいなかったらラッキーと思えばいいじゃないですか。新しいことやるとそれを必ず批判したがる人って一定数いるんですよね。全方面全部の人に好かれるっていうことはないです。で私自身もまあ変わったことはいろいろやってる人です。パン教師だった時も変わった講座を持っていたし、その、ね、突拍子もない発想っていうのを楽しんで喜んでくれる人だけが集まっていたので私は何ら問題はなかったんですけれども、そのなんていうのかな、損してる部分もあるのも当然知ってました。ホームページ上で私は女神のね格好をしたりとかして、まあ、女神のパン教室とか言って自分で言ってディズニーランドをイメージしていたので、楽しいキャラクターとして私自分が扮してやっていて、まあ、そういうパンの先生って基本いないですよ。だからそれをなんか変な人怖いっていう人は当然習いに来ないし、まあ、それによって集客は当然落ちる部分はありますよ。捕まえられるべき技術だけ習いたい人とかが来ないわけですから、本来はお客様になるべきであろう。でも私はその教室業のそのパンを教えていたけれども、
例えば月に1回私のところに来て元気をもらって帰っていく、まあ、エネルギーチャージですね、まあ、それかパンだけじゃないものも教えていたので、まあ、そういったこう次から次へと展開するミラクルの玉手箱的な、要素を非常にこう楽しい、見ていてワクワクするとか、次に何やるんだろうって思っちゃうっていう、そういうタイプの人をもともと集めていたので、怖いとかいう人はそもそも私の対象顧客外になるので、そういう集め方を私してたんですよ。だから気にならなかったし、それでお客さん逃して、ああ惜しい、じゃあそういうことはもうやめようとかいうふうには思わなかったですね、はい、もちろん一か八か的なところはありますよ。今いる生徒さんも離れるかもしれないなとか、新しい人も引いちゃってこないかもしれないなと思ったけど、実際は逆でしたね。濃くてすごいそれを楽しいと思ってくれる強いファンの方がむしろ習いに来てくれるようになったんで、私はその方向に舵を切って、世界だったなっていうふうに思ってるんですよ。だからある程度何かその見える状態、見える化して外に向けてサービスを発信する人はですね、怒ってもいない未来を想像してもしょうがなくてですね、怒ってから考えるっていうふうに思考を整えないと何もできないから前に進めない。だから伸び悩むっていうのは前に進めない、停滞している象徴なので、そのブロックかけてる一番大きな要因は思考であると私は思っているんです。だからよくね、こんな今までやったことがないことをやるとうまくいく自信がないとかいう人いるんですけど、これすごくおかしいこと言ってるの分かります？やったことがないことだからやるんじゃないですか世の中にないもので求められてるって分かってるからやるんじゃないですか。そんなの自信があるかないかなんてやってみないと分かんないし、じゃあ自信って何なんですか。漢字で自信っていうのは自分を信じるって書いて自信って書きますけれども、あなたは自分信じてないじゃないですか。だから自信がないっていうっていうことになりますからね。だから自信がなくなるんですよね。最低でもどんなサービスでもいいから、もう自分はこれ絶対的にこういうタイプの人なら喜ぶっていう、最低でも発信の時にその気持ちがないとですね、じゃあ私がそれうまくいくよ、成功しますよって言ったら、あなたは自信を持てるんですかっていう話。私は嘘はつけないのでね、うまくいかないものはこれ売れないと思うっていうのもはっきり言うし、売れると思うものは売れるって言いますけれどもね、まあ、確かにその一言があると後押しをもらって前に進もうっていう気持ちにはなるのかもしれませんが、そもそも自分がまずは信じてもらって、でこの講座ってこんなにいいんですよっていう、少なくとも私にはクライアントさんの場合ですよ、私にプレゼンテーションしてもらってさらにジャッジする、厳しい目でジャッジするみたいな状態がどうかなぐらいで、やってもいないことを自信がないとか言ったらそれ絶対に失敗しますよってよく言ってます。だから自信がないっていう人はそれやんない方がいいですよ、うん、だって自信がないんだから。自信なんて、自信があると思って信じて やるしかないじゃないですか。でそれをうまくいかないことはあるかもしれませんよ。実際に外向きに発信したら全然ね、それこそ集客できないとかそういうのはあるかもしれないけど、必ず要因をつかんでそれを潰す、改善する、もうこれの繰り返しでしかないので、スピード感が大事なんですよ。行動して出して修正、出して修正、出して修正、それですごいこうサービスが整っていく。だからそもそも発信もしない人に、それがうまくいくかいかないかなんていうのを私が言ってあげることすらできないし、自分が信じてないサービスなんて人に提供するってどういうことですかみたいな感じですよ、私からしたら。迷惑ですよね、それ紹介される方も。だから誰かの保証があるからやる、誰かがうまくいくっていうからやるっていう、その他力本願的な、他人軸的なものの決め方をするタイプの人は、自分の人生と言葉にも責任を持たない人なので、当然そういう先生のところに習いに行きたいわけないじゃないですか、生徒さんが。だからその癖がある人は逆にその癖と思考のバリアによって新しい生徒さんを寄せ付けないようにしちゃってるんですよね。古い生徒さんは
気に入って通ってくれてるから長く多分通ってくださってるんでしょうから、そこではきっとコミュニケーションも取れてるし大丈夫なんですけれども、教室事業サービス業は基本新しい人を入れ続けない限りは衰退する一方なので、中の人が楽だからってその人たちにずっと頼ってると、じゃあその人たちが同じ年代で、まあ、例えば高齢になったとか、例えばママとかだと産休中は来てたけど子供が生まれたら来なくなるとかね、そういうような層をもともと集めてしまっている時にはずっと集客し続けないといけないですよね。で、長く来てくれるような層をもともと集客しているのであればもちろんそれで構わないのですが、入れ続けるっていうことはやっぱりその教室自体が新陳代謝して自分が成長してない限りは新しい人は入ってこないですよね。だから停滞する要因は自分の思考が基本作っていて、しかもそれが熟考するっていう戦略的な考え方ではなくて、単なる思い悩む、不安とか自信がないとかそんなものをやってみなくちゃ分かんないっていうところで行動して修正、行動して修正、もうこの淡々とした繰り返しになるので、やる前から不安ですとか言われても私的には意味不明な感じですね。不安も何もだって失敗するのが当然っていうか、うまくいかないのが当然って何で思えないんだろうとか思って、死ぬわけじゃないし別に失敗したからって、教室業レベルだったらですよ、ものすごい大きな借金、1億とかの借金背負うわけでもないじゃないですか。なのになんでやらないんだろう、やったらすぐ答えが見えるのに、答えが見えれば直せばいいだけなのに、ただそれだけです。だから解決策は何なのかっていうことは動くことです。行動して外向きに発信してみると答えが何かしら反応があるので、まあ、反応がないっていうのも答えの一個なんですけどね。それを見るのが怖いから自信がないとかいうふうになるんですけど、そういう人は自分が可愛いです。自分が可愛いからその提供したい人の役に立ちたいって言葉では言ってても自分を守りたいからそっちの方向に意識が向くから、批判されたくないとかこんなこと言われたくないっていう自分が可愛いだけですよね。だから本当に そこも振り切ったらサービスなんていくらでも作れるし、でそれがうまくいくかもいかないかを潰していけば当然確率論が高いいいサービスになっていくし、ブラッシュアップされるモニターからスタートするとかいろんな方法はあると思いますからね。それでやっていくってことが必要になります。ですのでまとめます と教室授業が伸び悩んでいる人の共通する思考の癖は、動いてない、行動してないっていうことです。そしてやってもいない、起こってもいない未来を勝手に不安な未来を作り上げている。ここが大きな思考癖の一個。で、解決策は行動することです。はい。以上っていう感じですね。なんで停滞してる人はまず自分ここ数ヶ月どれぐらい行動したかっていうのをちょっと考えてみたりとか、外向きにちゃんと発信してるかっていうそれをね考えてみるのが原因としては分かりやすいかなっていうふうに思いますので、ご参考に。それでは。